皆さん、駅の案内放送はちゃんと聞いていますか？ちゃんと聞いていないと大変なことになるのが、皆さんご存知、近鉄南大阪線です。2番乗り場に橿原神宮前行きが7両編成で参ります。ここだけ聞いて全部分かった気になっていると、この電車の後ろ4両は古市で切り離し、本田林行きに変わります。気づいたら途中駅で切り離されて、全然違う駅にワープしていることがあります。ならばと気持ちを切り替えて、ちゃんと駅の案内放送を聞いていると、たまに意味がわからないことを告げられることがあります。例えば古市駅で流れるこんな放送です。4番乗り場に大阪阿倍野橋行き準急が参ります。電車は3両1で一旦止まりますが、すぐに扉を閉めて5両1まで移動します。え、どういうこと？古市駅は大阪と奈良県中部を結ぶ南大阪線と、大阪府の郊外を走る通勤通学路線長野線が分岐する駅です。車庫が併設されており、この駅止まりの電車が多数運転されているほか、当駅で車両を増結したり逆に切り離したりすることも頻繁に発生します。古市駅の増結切り離し作業は、作業開始から終了までが早すぎることで有名です。別動画で紹介しましたが、南大阪線は連結や切り離しを行う列車が近鉄の他の路線と比べて圧倒的に多いため、乗務員さんも駅員さんも皆さん作業に慣れており、まるで早送りのようなスピードで連結や切り離しの作業が進みます。特にこの古市駅は1日あたりの連結切り離しの回数が近鉄で一番多い駅として有名です。近鉄の連結切り離し作業では、連結部同士をつなぐ貫通路を取り付けたり外したりする作業が含まれるため、他の鉄道会社と比べて確実に作業に時間がかかるはずなのに、早い時には2分足らずで作業が終了してしまうことがあります。この2分未満という作業時間は近鉄最速であり、他のどの路線の駅と比べても右に出るものはいません。今お送りしている映像は再生速度を一切いじらず、撮影したままの映像をそのまま使用しておりますが、貫通路の整備はもちろん各種スイッチのオンオフ作業も終わり、最終確認に入っております。今回は最終的にたったの1分14秒で連結作業が終了して通り抜けができるようになりました。これが近鉄古市駅の伝統芸能、マッハスピード連結切り離し作業です。増結切り離しを処理するのは古市駅に任された重要な役割です。というのも、南大阪線の利用者はこの駅を境に大きく減少します。この駅から先の区間では利用者が5000人にも満たない駅が多数を占めています。利用者数に合わせて駅のホームも短くなっており、ホームの有効長が4両から5両しかない駅もあります。一方、この駅からターミナルである大阪阿倍野橋へ向けての区間は利用者がかなり多く、何万人という利用者を抱えている駅も複数見られます。この駅より都心へ向けて運転する電車はできる限り長い両数で運転する必要があるのに、当駅から郊外へ向けて運転する電車は両数を短くしないとホームに収まりきらない。ということで、この駅は間を取り持ち両数を調整する役割を担っているわけです。さて、この動画で紹介する放送は連結に関連する内容ですので、古市駅で行われる連結について詳しく取り上げます。古市での連結は3つのパターンが存在します。1つ目、待機から来た電車同士を連結する場合。2つ目、当駅始発の空の車両を待機発の電車の後ろに連結する場合。そして3つ目が、空の車両を他の駅発の電車の前に連結する場合です。あの独特な案内が聞けるのは待機から来た電車を連結する場合、もしくは空の車両を他の駅から来た電車の後ろにくっつける場合です。これは整理すると、待機発の電車が連結後前側にくっつけられる場合に限り、一旦ホームで止まった後すぐにホーム前方へ移動するということになります。一体どういうからくりがあるのか、実際に電車の動きを観察してみましょう。電車は4両1で、2番
というわけで、到着の電車は4両編成、大阪阿部野橋行き、準急です。まずはアナウンス通り、電車はホームの後ろ寄りに停車します。あ、念のためですが、アナウンスで触れられている何両位置というのは、何両編成の電車の停車位置という意味です。4両位置で停車後、ドアを開けます。旅客の乗り降りを見届けると、ドアを閉め、おもむろに前へ進みます。加速はほどほどに、少し進んだところで、再びブレーキをかけて停車。再度ドアを開けます。この後後ろに車庫から持ってきた空の車両をつないで連結作業を行います。これで晴れて7両編成に変わり、阿部野橋へ向けて引き続き運転します。同じ運転を今度は車内から見てみます。ブルイチです。河内長野方面は2番乗り場の電車に戻り替えです。右側の扉が開きます。ご注意ください。これで後ろに電車をつなぎます。扉が開きますが、すぐに扉を閉めて前の方に参りますのでご注意ください。車内の自動放送は、一旦止まってすぐ前に移動するという案内は、さすがに持ち合わせていないようで、連結を行う電車では、古市到着前の放送を自動放送は使わず、肉声放送で済ませる車掌さんが多いです。古市でドアを開けて降りる旅客を通すと、すぐにドアを閉めてホーム前寄りに移動し、またドアを開けます。後部車両となる編成が到着しました。今回は橿原神宮前からの準急と河内長野からの準急、待機から来た電車をつなぐ連結作業のため、先ほどとちょっとだけ連結作業の手順が変わります。後ろにつなぐ車両が到着するとまたドアを閉めます。後ろ側の車両が停車しドアを回避、旅客が乗降している間に前側車両は更新して後ろの車両へ連結します。この後貫通路をわずか1分程度でちゃちゃっとつないで連結完了です。結局同じ駅の構内で3回もドアを開け閉めしていることになるわけですが、ではなぜ一度ホームの後ろ寄りで停車するのでしょうか。その答えは古市駅のホーム構造にありました。やたです。こちらは大阪から郊外へ向かう電車から撮影した古市駅のホームの様子です。ホームの設備をよくご覧ください。お気づきでしょうか。出口へつながる階段はホームの一方、郊外へ向かう方向の端にしか設けられていません。これがミソなのです。他の駅始発でやってきて阿部野橋へ行く電車を定石通りにホームの前の方へ追いやってしまうと、古市駅で降りた旅客が出口へ向かうのに余計に歩く必要が出てきます。そこで古市駅では待機からの電車を連結のためホーム前寄りに停車させる場合には、一旦ホームの後ろ寄りで停車させて旅客が降車できる時間を設けた後にホームの前へ向かうという柔軟な運用を行っています。ちなみにこの運転は運転士用の時刻表、通称スタッフではこのような表記になっています。2段停車、3両位置停止、お客様乗降後8両位置引き上げ、旅客の乗降を行うためにホーム手前で一旦停止することが示唆されています。このような運転指示は近鉄でしか見られない表記でしょう。なお空の車両を前につなぐ場合には降車する旅客がいないため、2段停車は行わず、そのままホームの前寄りへ空の車両を送り込んでしまいます。そのため勝手を知っている旅客は空席を求めてホームの前の方で待っていたりします。ではなぜ2段停車を行う必要がある連結を当然のように行っているのかを解説します。この2段停車は旅客が乗っている電車が当駅で連結を行い、連結後の編成の前側の車両となる場合にのみ行われるものだと先ほど説明しました。では旅客が乗っている電車を必ず編成の後ろ側につなぐようにすれば、変な運転をせずに済みますから効率的ではないでしょうか。そうしないのには当然わけがあります。
旅客が乗っている車両を編成の前側につなぐことが避けられないから仕方なくこういう変則的な運転をやっているのです。南大阪線の車両はすべて2両、3両、4両で1編成となっていますが、実際の運転では5両編成が中心で、利用が少ない区間では2両や3両で運転することもあれば、路線の最大両数である8両で運転することもあります。3両編成があるおかげで、編成の組み方次第で両数を1両単位で調整できるようになっており、その調整の都合で2段停車が必要になってくるのです。例えば3両で橿原神宮前を出発した阿部延行きの準急があったとします。古市からは利用者が多い区間に入るので、この駅で空の2両をつないで5両編成にしたいのですが、ここで空の2両を橿原神宮前から来た3両の前につなぐか後ろにつなぐかによって折り返し後の電車の両数が変化します。試しに空の2両を橿原神宮前からの3両の前側に連結してみましょう。空の車両が編成の前側になったので、古市では2段停車を省くことができました。阿部延に到着して折り返し橿原神宮前へ戻る準急となります。阿部延を発車、古市に到着後、ここから先の区間では利用者が少ないので余分な車両を切り離ししたいと思います。古市で切り離しを行う場合には必ず後ろ側の編成を切り離すことになっています。前側車両を車庫へ改装し、後ろ側車両を営業列車にすると旅客をホームの後ろへ歩かせる必要が出てきますからね。現在前側に3両、後ろ側に2両の編成をつないでいますから、後部編成を切り離すと3両で橿原神宮前へ行くことになります。結果的に3両で来た準急を3両で返す形になりました。特に問題はなさそうですが、少し時間を巻き戻します。今度は空の2両を橿原神宮前からの3両の後ろ側に連結するとします。橿原神宮前からの3両は古市駅構内で2段停車を行った後、後ろに空の2両をつないで5両編成になりました。阿部延へ到着後、折り返し古市に戻ってきます。すると今度は2両が前側、3両が後ろ側になるので、古市から橿原神宮前方面では2両の運転となり、3両編成を車庫へと改装することになります。結果的に両数を1両減らすことに成功しました。このように古市駅での連結は、折り返し後の電車が適切な長さの編成で運転できるよう両数を調整する役割も担っているため、車両運用次第では待機から来た電車を編成の前側に連結することが避けられません。まあこんな複雑な例じゃなくても、もっと簡単な例があります。当駅では支線から来た電車と本線から来た電車、2本の電車を連結して運転する準急が朝ラッシュを中心に設定されています。待機発の電車同士をつなぐ場合、どちらかの電車には編成の前側に行ってもらう必要がありますから、ホームの前側に電車を止める必要があります。両数を調整することや待機発の電車同士を連結すること、いずれにせよホーム前寄りに電車を止めないといけないのは運転上の理由です。近鉄さんは運転上の理由で旅客にホームを余分に歩いてもらうという不便を強いるのがどこか申し訳ないと思っているらしく、その結果誕生したのがこの2段停車です。旅客を動かさず電車を動かすの精神で、ここでしか聞けないアナウンスとここでしか見られない非効率的で旅客思いな運転が今日も続いているのです。思いやりにあふれた近鉄の臨機応変な運転と、その結果誕生した奇抜すぎるアナウンスはいかがでしたでしょうか。南大阪線の伝統芸といえる古市駅でのありえないくらいスピーディーな連結と2段停車は一度体験する価値があると思いますから、ぜひ体験してみてください。ほなまた。